手探り酒場始まりました。本日のゲストです。お願いします。お願いします。宮下草薙です。こんにちは。まあ事務所一緒だけど年は多分上だと思います。僕が31で30、はい、鈴木さんが29。ああ、でもなんかね、先輩だよね、鈴木さんはずっと、うん、ライブのお手伝いとかもやってたもんね。そうそう、うわそうだよね。僕はあの入り口でこういらっしゃいませみたいなことを言う役だったんですけど、うん、草薙ができなすぎて僕なんか2つやってましたって座席の誘導だったんです。座席の誘導で なんか知んないけど草薙がお客さん連れて俺のとこ来てこれどうしたらいいのこの人どうしたらいいの席に案内しろよ。いやだったろうなお客さんも。乾杯乾杯乾杯。あ、おいしい。あ、おいしい。それこそ今平子さんとか、うん、鈴木さんとかが太田プロで言うと連れてってくれる、それはすごい楽しくて、なんか、うん、だけどやっぱそのちょっと上の人とかはなんかやっぱすごいきつかったですもん。僕料理頼んで、うん、じゃあ今からじゃあ武田鉄矢で食ってみろみたいな。うーわ最悪。でなんか無理やり結構呼ばれていったのに割り勘で出さなきゃいけなくて、もうお金全部お財布から出して下北沢から中野まで歩いて帰ったあれね。そう、僕は察して行かなかったんですよ。気づいたらいなかったんで宮下が。賢いね。草薙だけ置いて逃げた。差し出したんだ。その時からすごい嫌いだったんだけど、こうやって鈴木さんとか誘ってくれるお酒はすごい楽しいから。わあ。そう。草薙くんと平子さんと私でお寿司行ったことあったじゃない。行きましたね。で正直さ、3人とも人見知りじゃん。はいはい。全然会話盛り上がんなくてさ。そうですね。1時間でね解散したよね。いつもあんな感じです。そうなの。盛り上がった方ですよ。マジで鈴木さんが来てくれてすごい盛り上がった。はい、楽しかったなっていう話しましたけど、さんまた飲みたい。養成所行ってたんです。そうです、同じ養成所の5期。もうそもそも草薙は僕最初から面白いやつだなって思ってて、うん、草薙別のコンビ組んでて、で僕はもうずっとピン芸人で。そうだよね、はい、でなんか僕結構頑張って月わらとか出たりとか、うんうんうん、事務所の中でなんか草薙のコンビはちょっとやっぱこう伸び悩んでるなみたいな感じてて、うん、で僕はなんかそれはそれでなんかちょっと悔しくて、草薙くんが、そうそうそう、草薙がなんか下の方いるな、もろいのにってことか。でまあそんな中でなんか草薙がもうコンビ解散してもうなんか芸人辞めそうな、そうだったの。僕そうですね、感じだったとしてて、でまあそれをやっぱ見て僕としてやっぱこう出ないのもったいないな草薙が世にみたいな感じで、まあ、ピン芸人でずっと行くつもりだったんですけど、うん、まあでもなんか使命かもなと思ってなんかコンビとか、かっこいい。なんかかっこいい。こんだけなんかそうね、草薙くんへの愛を話してる時すっごいお酒作ってるもんね。せかせかと。なんかよくわかんないガリガリのホストみたいなのと組んでたんですよ。なんかすごい僕以上におどおどしてるやつだったんで、うわ僕がおどおどしてるような感じなのに横のおどおどしてるやつがおどおどすんなよって突っ込んでるっていうね、なんかうるせえよ組んで。だから僕がもう太田プロじゃなかったんで一回辞めてくれたんですよ宮下が。僕と組むんだったら事務所辞めろよみたいな。なんか、まあ、事務所辞めろというかなんかこうゼロからだぞみたいな感じ言われちゃって、うん、じゃあもういいやって言って他の事務所行きますって言って辞めたんですよ。二度と戻るかって言ってね心の中で。すぐ気持ちの中で、おかえり、すぐ気持ちの中で、そう全然受かんなくてね他の事務所ね。全然受かんなくて、なんかね。え、そんで太田はどうやって戻ったの。なんか面白そうのオーディション、うん、たまたま僕らのネタ見てた今のマネージャー、そう、いや宮下さん面白いから入れてみようよみたいな感じで、うわーすごい、多分入れてくれて、それでそのオーディションから面白そう出演してる。同じ年に養成所入ってなかったらね多分そんな長くなってないだろうし、なんか NSC のさ
面接って落ちたんだっけ、はい、なんか落ちたら死にますってなんか意気込んでったら、うん、落ちたんですよこんな怖いやつひどい事務所だなよく聞いたら草薙も結構火あるんですよ、うん、そもそも遅刻して来たみたいな、あれなんか、うん、でなんか願書出した時点で、うん、なんか落ちたら死にますって書いてあるし、うん、まあなりもこんな感じなんで、うん、噂にはなってるらしいんですよ、なんか、やばいやつ来るかもみたいな、でそれが遅れてやってくるみたいな感じだったんで、うん、なんかこう面接官ももう備えて一応後ろにバット持たせた警備の若手を置いて面接したみたいな暴れる可能性が、そうそうそう、何されるか分かんないでやっぱ面接したところちょっとやっぱこう普通の人じゃないけど分かって個人じゃねえ平常にこう帰らそうとして、うん、だから普通ありがとうございましたって言ってもうあの出口そっちですって言って帰らすらしいんですけど、うん、草薙はちょっとこの建物内うろちょろされたら嫌だなっていうので出口まで案内してくれたそうだからそれを見て草薙はむしろハマったって思っちゃったらしいんですよね、うん、絶対よかったと思う、そう最後まで面倒見てくれたから、うん、仲すごく仲いいよね宮下草薙は、いい時期と悪い時期がすごくこうあるんですけど、うん、去年の年末すごい悪かったね、うん、僕いやそれこそだから僕鈴木さんに相談しようかと思ったぐらい仲悪かった、解散しかけてたもんねちょっとね、これやりたかったにやらなかった、これやりたかったけどやってないみたいなのが、うん、細かいのがたくさん重なってお互いに嫌いになってました、お互いのこと。グループラインもあるんですけど、なんか宮下と僕とマネージャーさんの、うんうん、それもなんか勢いでもう退会して僕、うわー、もうやめるんだっていうので退会して、そう、それを俺もうめちゃくちゃキメえなこいつと思っちゃって許せなくなっちゃったそれぐらいの気持ちだったんだけど、未だに戻れてなくて、うん、タイミングがちょっと分からない未だに別々で、だからマネージャーがめんどくさくなっただけです、まあ、そうだよね、2人も送んなきゃだからで、なんか知んねえけど俺とマネージャーも誘わない全然招待しようとしないナゴンさんは言っても仲いいですもんね、なんかね、うん、仲いいね、あの人と喧嘩してもさもうラチ開かないから、阿部どう思ってる、いや阿部さんは、いやでもなんかやっぱ他の芸人にない面白さを感じはしますよ、本当、うん、はい、なんか一回さ、匿名ぺこぱ、はいはい、あ収録中にさ、はい、先輩にはタメ口を聞かないといけなくて、後輩には敬語を使う、はいはいはい、宮下くんがその全然ゲーム終わった後なのに阿部はさこれ多分だけどその裏では阿部のことを阿部と呼んでる裏では阿部ですねそうですね阿部です、あれ良かったね、垣間見えてあんな人じゃなかったんですよ、だってお笑いにすごいストイックな人なのかなっていう、びっくりだよね今ね、なんか今驚いてる何があったんだろう急いでモンスターになったでもまあバカにはしてくれてるよね、その阿部のことは、はい、バカにはしてくれてるよねバカにはしてくれてるいやでも好きですよ、なんかやっぱ面白いですね、なんか面白いなって思うんですけど、うん、それがでもなんか確信に変わることはないですね、わかるわ、わかるわかる5回連続でそれ見たら面白いわって連続はしないかなっていう、阿部さんはその1回受けたことをもう二度としないんですよね常にこう新しく成長し続けてるというかどうなんだろう、一度受けたことやらないって成長なんだでもあれだよね、結婚した時さ、はい、一緒のロケ、はあ、その後すぐ、はい、阿部はもうちゃんとご祝儀持ってたもん、用意して、そうなんですよ、嬉しかった、ね、あれびっくりした、あれは本当嬉しかったですね、なんかちゃんとピン札用意してね、そうそう、素直に嬉しかったですね、なんか僕のためにちゃんとその用意してやってくれてたんだなっていうのをなんかすごい想像できたんで、銀行行ってピン札作るの楽しかったっつってたね、はい、楽しい思い出になったなって 何より相方に一番ムカついたこと何？俺はでもなんかネタパレに
最初の頃出させてもらった時に、うん、ゲストの方に面白いことをちょっとやって喜ばすみたいな、うん、で僕が出てなんかすごい滑ったんですよ。なんかそう、僕初めて見たんですけど、あのネタ飛ぶとかはすごいあったんですけど、草薙も、うんうん、あのエピソードトーク飛んだんですよ、これ。あ、どうしようどうしようどうしよう、すごい空気になってるって思ってパッて宮下、横にいる宮下をパッて見たら、何 4メートルぐらい後ろに、そんなパパない知らないよって、知らないよみたいな感じで、はい、なんかその逃げてる宮下を見た時が一番ちょっと腹立ちましたね。中戸、助けてくれよっていう、その僕はもうちょっとやっぱ、はい、嗅覚あるんで、ちょっともうどうしようもないなっていうのを察してもすぐに、ああもうこれ誰がやっても無理だと思って下がった。その代わりでもインディアンスの田渕さんがバッて前に出て、うん、一発ギャグしてなんて、はい、滑ってくれたんですよね。逆代わりに同じぐらい滑って、はい、うわあれね、芸人史上一番かっこいいなと思った。田渕さん、いや田渕さん、はい、あそこでいける人はなかなかいないですね。終わりでありがとうございます田渕さんって体触ったら、もうめちゃめちゃ熱かった。宮下くんある？草薙にムカついたことを言うことで草薙にムカつかれることがあるんで、なかなかその選ばないとなんですよ、どれを言うか。選んで草薙ってこう見えて結構いろんな人と飲み行くんですよ。うん、だよね。そこで僕の悪口を言われるのがすごい嫌なんですよ、人伝い、うん、言わないよ。それほら、もうちょっとやめます、やっぱこれこれ結構ムカつかれるんで。俺マジで宮下の話は言ったことないよ、相談はしたことあるけど。そうだ、それが嫌なんだ。あ、相談が嫌なんだ。そうそうそう、相談も嫌なのか。なんかこうコンビの内情を人に言われるのがすごい嫌なんですよ。なるほどね。この二人で抱えなきゃいけないのを重たいからって人に背負わそうとするのがすごく嫌なんですよ。なるほど。阿部の悪口聞いてくださいって誘うことあるかな。私はもう限界ですと。やっぱ最初の頃のインパクトがすごい僕強くて、草薙ってそれこそテレビとかまだ全然出れてない、うん、ライブとかで、まあ、滑ることも結構多かったんですけど、うん、でもなんかそんな中で急にネタ中に草薙の体にハエが止まって、うん、でなかなかハエがどっか行かないみたいな状況が生まれた時にもう大爆笑が起きたんですよ。え、なんでハエがなんで来るのみたいな、急にネタ中に、うん、そういうとこを見たときに、あ、この人売れるなって僕は思ってたんで、うわ、そこをやっぱ僕はすごいなって思いました。これはなんだろうな、なんかでも抱えに突っ込んでる時かな、なんかさんま御殿とかでさんまさんがなんか言ったことに結構突っ込んでた時に、あ、すごいなってすごい思いました。なんかうわ、さんまさんに無理だな。やっぱなんか最初の頃はすごいちっちゃい声でずっと言ってたんですよ、なんか宮下誰にも聞こえないよう、ね、にこれ、ね、いや面白いこと言ってるけどこれ誰にも聞こえないだろっていうそういう役割をする人がいない時は行きます。あ、なんか役割、あ、今日その役割の人俺しかいないかもなって思うと行けます。うーん、なんかすごいなと思って果敢に言ってるの。阿部も最近あの口パクパクはするようにしてそこからですよね、うん、でもね小さい声とかじゃない、なんかパクパクしてるなと思って。餌待ちの金魚餌来るかもな、なんかやってグッと耳近づけても本当に何にも空気しか出てない相方を変えるなら。僕は毎回この質問こう答えちゃうんですけど、うん、僕草薙じゃないならピン芸人やりたいんですよ。これめちゃめちゃ嬉しいんです僕本当に。いやそもそもこれ嬉しいな、ピン芸人やりたくて嬉しい、これ嬉しい、これ一番嬉しいんですよ。ずっと変わらずにこう言ってくれることがすごい嬉しい。なんていい、わあこれ嬉しい。よっぽどだから草薙は面白いから僕は一緒にいますけど、うん、いつも言ってるのが面白くなくなったら殺すって言ってて、すごいね。草薙くんいる？なんかそんなこと言ってもらってあれだけど、なんだろう、後藤とかかな、四千頭身。まあでも
僕ももう宮下が誘ってくれなかったら、うん、やめようとしてた、ね、うん、名古屋の本当その地元名古屋なんですけど、あのパチンコのその部品作る工場行こうと思ってたんで、就職しようとしてたの、はい、東京出てくる前地元だもんね、面接受けて、うん、めちゃめちゃ跳ねたんですよ、なんかこれそのあんまない面接で跳ねることもう本当にガラス張りのなんか社長室みたいなのところに面接してたんですけど、うん、受けすぎて社員がみんな近くで見に来たんですよね何でそんな受けたの、なんか雰囲気とか多分なんか多分だけどバカにされてるわけよね雰囲気が面白くて受けてんのはでもそれはね、阿部もゆきさんと組めなかったら辞めてましたみたいなこと言ってくれるんですよね。嬉しいですね、それは。ただね、でもあのコンビ組みましょうって誘ってた人、私で8人目だったから後々下で組む、そういう意味での、うん、最後最後本当に腹立つわハモリクラブってあのテレビ番組史上最も僕動物園連発がいいや可愛いと思うかき氷に酔ってた全然自分の力出せないからサマーズさんの前だと共演 NG にしようかと思ってた一回飲ましてもらって印象と違ったなもうちょうど CM の撮影だったんですごい